1025m で争われます。大坪浩一選手がこの6レースの先頭誘導員を務めていきます。では対戦メンバー、うちのコースから順を追って紹介していきます。1番は神奈川の和田まくる、2番福島の成田和也、3番岡山筒井敦史、4番奈良三谷翔太、5番徳島畠聡、6番神奈川林雄一、7番福島の小松崎太一、8番奈良中井俊介、9番秋田森沢太志、以上の9選手によって争われます。6レースは選抜戦です。混戦ムードの一戦、そんな中注目はまず1番の和田まくる。今節未勝利ではあるんですが、欠場明けから豊富で優勝と今勢いのある選手の一人です。そして2番の成田和也、初日は差し切り勝ち、この最終日も直線抜け出してシリーズ2勝目を狙います。そして奈良勢は中井俊介の機動力、昨日は主導権を握って粘りのレースを見せました。その先行意欲パワーは侮れません。小松崎との力勝負になっていくか、このあたりも注目です。第6レースの選抜戦、森沢そして和田まくる、ハンドルを握って号砲になりました。まずは2番の成田と4番の三谷、この2人の前取り争い。三谷も誘導員の後ろ取りに行くような感じでしたが、成田和也がそれを譲らず、前行きはどうやら北日本勢となっていきそうです。三谷2番手、さらには1番の和田まくる、後ろから9番の森沢が上がってまいりました。そして8番の中井俊介は4番手から前へ上がっていくようです。その後ろ5番の畠聡、外は7番の小松崎太一、6番の林雄一も上昇して、現在1番後ろは3番の筒井です。1周目4コーナーからホームへ帰ってまいりました。まず9番の森沢、2番の成田和也、成田和也が前、森沢がその後ろ、そして7番の小松崎が上がっていきます。今シリーズ初日に落車あったんですけれども、シリーズの4日目までしっかりと役割を務めています。誘導員の後ろ、まずは前で受ける格好になりました。そして2番の成田が小松崎を迎え入れていきます。シリーズ2勝目なるか成田、今日は小松崎が目標です。そしてその後ろ3番手に9番の森沢太、北日本は3人でまとまっていきます。その後ろ4番手には8番の中井俊介、中井の先行力も侮れません。昨日は逃げての3着、2日目もバックを取っています。4番の三谷が中井の後ろに続いて同県の奈良コンビです。2日目の伸びはキラリと光りました三谷です。その奈良勢の後ろ6番手に1番の和田まくる、昨日は中断もつれる展開で最後は8着に沈んだこの和田なんですが、近況気配は良好です。6番の林が続いて同県の神奈川コンビ、そして8番手から5番の畠が上がっていきます。マークは3番の筒井、瀬戸内の両者が中段から前段へと上がっていきます。そこに乗っていくような1番の和田まくる、3コーナーから4コーナーへ向かって5番の畠に前が変わりました。7番の小松崎は一度車を下げるようです。前は瀬戸内のコンビに変わって3番手が並走、外から1番の和田まくる、和田が前に攻め上がって、その上を8番の中井俊介、中井が叩いていきそうです。1センターから2コーナー、奈良勢がここで主導権を握りました。引いて1番の和田は3番手を取って、5番の畠は5番手、7番の小松崎は7番手の展開です。金が入りました。3コーナーから4コーナー、早めに5番手から5番の畠が前に攻め込んでいく。ただ3番のツイートは連携乱れて、5番の畠は短期で前を叩きに行くような格好になりました。8番の中井が抵抗して、この2人主導権争い、最終周回の1コーナー、後方から小松崎がまくっていく。小松崎のまくり、そして1番の和田も合わせて縦に踏み込んでいく。神奈川勢6番の林雄一が7番の小松崎をブロックして、さあその間に6番の林は離れた。短期で和田、和田が前を叩いていって、3コーナーから4コーナー、2番手以降ぶっちぎっていく。最後の4コーナー回って、先頭は和田まくる、和田が先頭、和田がちぎって1着のゴールです。あとは8番中井に2番の成田。ただこのレースは4コーナーを回ったところ落車のアクシデントがありました。9番の森沢と5番の畠、この2人に落車のアクシデントがありました。壮絶な仕掛け合いになったこの第6レース、和田まくるが動いていって前をまくり切ったんですけれども、ブロックに行っている間に林は連携切れました。ぶっちぎって和田、あとは中井に成田という入線。
どうやら退場はないようです。ゴールの体勢は和田、中井、さらには2番の成田とお伝えをしておきます。このレース5番の畑、9番の森沢、落車転倒のアクシデントがありました。2人の選手に落車のアクシデントが発生しています。決定までもうしばらくお待ちください。なおこのレース2コーナーのパイロットランプが現在点灯しています。2コーナーと4コーナー、2箇所パイロットランプが点灯しています。決定までもうしばらくお待ちください。6レースの模様でした。第6レースをご覧いただきましたが、このレースは落車のアクシデントがありました。第2コーナー、そして第4コーナーのランプが点滅していたようです。このレースは審議となります。第6レースは審議中です。放送が入りますまでもうしばらくお待ちください。第2コーナー、そして第4コーナーのランプが点灯していました。第6レースは審議となります。放送が入りますまでもうしばらくお待ちください。第6レース選抜戦の模様をご覧いただきましたが、落車のアクシデントがありました。先ほどの映像では第2コーナーでは放送が入ります。お知らせします。ただいまより第2コーナー及び第4コーナー付近の事象について審議します。審議の対象は第2コーナーは6番、第4コーナーは4番です。決定はしばらくお待ちください。ただいま放送が入りましたように、第6レースは審議となっています。第2コーナーの審議対象選手は6番、そして第4コーナーの審議対象選手は4番と発表されました。審議の結果と決定が出ますまでもうしばらくお待ちください。第6レースは審議中です。放送が入ります。お知らせします。ただいまのレースの審議の対象は4番および6番ですが、3着までには到達しておりません。決定、1着1番、2着8番、3着2番。小倉競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。枠番連勝複式162,480円、枠番連勝単式162,710円、車番連勝複式1番8番4,920円、車番連勝単式1番8番8,590円、3連勝複式1番2番8番7,150円、3連勝単式1番8番2番54,100円、ワイド1番8番1,810円、1番2番220円、2番8番1,740円。以上でございます。ただいま小倉競輪7レースの発売中でございます。ただいま第7レースの選手紹介を行っております。出走表の通り出走します。第6レースの決定をお伝えします。1着1番和田まくる、2着は8番中井俊介、3着2番成田和也。払い戻し金です。2車単は1番8番で8,590円、3連単は